ダム堤対岩道ダムは岩手県森岡市安部川、一級河川、北上川、水系丹道川に建設されたダムである。農林省東北農政局が国営岩手山陸開拓建設事業の中心事業として建設した農業用ダムで、現在は岩手県企業局が管理する県営ダム。灌溉が主目的であるが、水力発電の目的も持つ多目的ダムである。 包み高40メートルのロックフィルダムである。ダム湖は岩道湖と呼ばれるがこちらが有名で地域のレクリエーションスポットとして観光客が多い。古来より北上川流域は稲作が盛んであったが北上川本川は松尾鉱山からの共産性の下水により農業に利用することは不可能であった。このため各支流からの取水を行っていたが干ばつ時にはすぐに 水不足に陥り、各地で生産な水争いを繰り広げていた。戦前より灌溉用の貯水池建設を地元より要望されていた農林省は、戦後食料増産の緊急性もあって、北上川流域に灌溉用のダムを建設する計画を立てた。これに伴い山老海ダム、豊沢ダム等が建設されたが、北上川上流の丹道側にも巨大な貯水池を、 有する、灌え用ダムを、計画、1960年に完成した。ダムの形式は、ロックフィルダムであるが、中心部にあって、水を遮断するコアが傾斜している、傾斜土質社水壁型ロックフィルダムという形式である。この形式は、ロックフィルダムの中では希少なものであるが、ミボロダム、クズリューダム、岩屋ダムのように、大規模なものが多い。 岩戸ダムはその中では最も包み高が低く、高さは40.0メートルである。ダムは岩手県による県営発電にも利用されており、岩戸第一発電所、岩戸第二発電所の2つの水力発電所によって、認可出力約5万キロワットを発電している。このことから、岩戸ダムは考えと、水力発電を目的とする多目的ダムと言える。だが、 洪水調節機能を有していないので厳密な意味での多目的ダムとは異なる。岩道湖ダムによって出現した人造湖は岩道湖として2005年財団法人ダム水源地環境整備センターの選定でダム湖100選に選ばれている。岩道湖は全国のダム湖の中で大差の進行が最も遅いダムの一つで、資産では無策で放置した場合約七十万年経たないと、 大佐容量が満杯にならないと見込まれている。周囲は自然が豊富で、新緑や紅葉が美しく、森岡市内からも国道455号で比較的近い位置にあることから、釣りキャンプカヌー等のレジャー客が多く訪れる。1961年、ダム完成の翌年には、富山早坂高原県立自然公園にも指定されている。 国道455号平行森岡駅東口1番乗り場から JR バス東北早坂高原線で岩道湖バス手上車。国土地理発行の地図などでは岩道湖ダムと表記されていることがあるが正式には岩道ダムである。岩道ダム。ありがとうございます。